はい、タバコ好きな俺の喫煙動画、今回は、ハイライトですね。じゃーん、こちらを、購入しました。こちら、白化の結晶です。これが大体ね、300円ぐらいで売ってます。うん。で、これを、ハイライトをメンソール化する。ハイライトメンソールは、売ってはいるんですが、タールがね、まあ、10ミリと。なってるんですが、こちらのオリジナルのハイライトの方は17ミリ。うん。7ミリも差が違う。ここはやっぱり、その、ね、メンソールがまあ好きな。俺ハイライトメンソール大好きなんですけど、やっぱりちょっと物足りねえなって感じはあるんですよ。なので、こちら発火の結晶。天然発火の結晶、発火スペア。あなたのシガレットがメンソール味に。また、メンソールシガレットは超メンソールに変身。使用方法がですね、ガラス瓶のコルク栓を抜いて、発火の結晶を取り出します。で、シガレットのフィルターに発火の結晶を半分スポット刺す。ライターを近づけて、結晶を溶かす。10秒ほど待ってから喫煙する。書いてあります。それではやってみましょう。でね、発火の結晶がね、これ半分刺すって言ってるんですけど、すげえあれなんですよ。そんな細長いやつとかなかったですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。捨てます。捨てみます。なんで捨てます？おお。あ、かなりあれだね。やっぱ結晶だけあって、本当にマジでごく少量、砂粒みたいなレベルのやつを入れても、結晶だけあってだいぶあれっすね。あんなちょっとしか入れてないんだけど、結構変わったなぁ。うん。これは、うん。もうちょっとあれだな。俺あんまりメンソール強すぎるの嫌いで、メンソールのその、カプセルとかで、ほら、やるじゃん。フィルターの中カプセル潰すやつ、あれ大嫌いなんですよ。で、手巻きタバコの方もね、このピュアの、メンソールフィルターがですね、普通に吸うとね、これめちゃくちゃ強くて、だからわざわざこれ開閉して、発火の成分を、気化させる。ようなことしないと、正直言って、発火、強すぎる、ミントが。ミントで思い出したけど、植物のミント。まあ、スペアミントとか、いくつか種類があるんですけど、まあ、香草ですよね。で、ほとんど売ってない。うん。ぶっちゃけな話、スーパーで、まあ、売ってたとしてもですよ。結構高いんですよ。あれ。で、まあ、
そのミントを、まあ、使うカクテルとかで言うと、有名なのが、モヒートね、モヒート。てか、有名なのどころか、あれしか多分使わねえんじゃないかっていうレベルの、ねえ、ミント。で、ミントはですね、非常に、まあ、これ結構有名な話なんですが、繁殖力が非常に高くてですね、種をまくときには非常に気をつけなければ、いけないんですよ。ミント。ミントテロっていう名前もあるぐらいで、うん、ミントテロ、テロね。その繁殖力、ミントテロと呼ばれるほど繁殖力を持つミント。その繁殖力は一緒に植えた植物まで飲み込み、庭や鉢を占領してしまうほどです。と書かれております。ミントはゴキブリ以上に繁殖する。らしい。ミントの場合は、種とさらに地下の、茎から、広げていくと。ということで、まあ、除草剤とかを使えば、まあ、死ぬんですけど、まあ、非常に、やばい。で、あともう一つやべえのが、竹ですね。竹。竹とす、さ、これなんていうのこれ、これなんだっけ、あ、笹ね、うん、これ笹は俺の実家の庭になんか すげえいっぱいあって、ですげえでけえんすよね、あいつら笹。うん。まあ、笹も結構太くなるんで、まあ、竹ほどではないんですけど、わりかし、太くなるっていうか、太くなる、うん。まあ、笹よか全然あれなんですけど、うん。笹団子で有名ですね。新潟笹団子有名なんですけど。そして、悪なすびというのも危険らしい。で、ミントも、は危険なんだけど、二つ星って書いてあるね。危険度が三つ星のやつが、竹と笹で、悪なすびも、三となっております。なるほど。ミントは、ペパーミント。そしてスペアミント。アップルミント。パイナップルミント。クールミント。とかいろいろあるみたいです。ペパーミントが、メンソールの香りが強い。そして50センチから60センチほどに育つ。
まあ、オールマイティに使える。スペアミントが、爽やかな緑と甘く優しい香りが特徴。大きさがだいたい10センチから20センチ。こちらもオールマイティに使われている。で、アップルミントは、スペアミントよりマイルドで、清々しいって読むんだっけ？あ、すがすがしいですね。すがすがしいリンゴの香りが特徴。葉は丸みがあり、薄い毛で覆われている。背丈は、30センチから80センチ。リンゴの香りがするのか。パイナップルミント。パイナップルの香りがほのかにする。背丈が60センチから100センチ。で、クールミントは、歯磨き粉やガム、によく使われて爽やかな清涼感がある、香りが特徴。背丈が60センチほどに成長する。モヒートの、おすすめのミントは、スペアミントとホワイトペパーミントとクールミントらしい。モヒートに、使用する王道がスペアミント。スペアミントか。じゃあもう一本ちょっと、あれですか。実験でちょっとだけ弱めて、少量、本当にごく少量ぐらい使って、試してみましょう。よし。やっぱ違うな。なんか違うな。ハイライトメンソール。違うな、味が。違う。ハイライトメンソールの、味じゃない。なんか、弱い。うん。弱いっていうか、その、メンソールが弱いんじゃなくて、味が、なんか弱い感じするな。なんでなんだろうな、これな。味がなんか弱い感じするんだよな。これはあれですね。やはりメンソール、ハイライトメンソール買った方が、美味しいです。全然。うん。うん。ということで、これはおすすめはしません。二つ星、ご視聴ありがとうございました。